四大天使としての記憶を取り戻したマエル。同時に十回エスタロッサとして数多の命を奪った過去に苛まれてしまう。復讐の念に駆られたマエルを止めるべくキングたちが動く。だがそんなマエルの放った一撃がデリエリを貫き、四つ目の海軍は奪われてしまったのであった。サリエル、しっかり。任務は失敗だ。サリエル、奴を抑え込むのに力を使い果たした。とんだヘマをしたな、タルミエル。ごめんなさい。でも私にはどうしてもできなかったの。今のがマイルを止める唯一のチャンスだった。マイルにはもう闇も光も通用しない。キング、しっかりして。だけど妖精王はあのざま。もっとも回復したとしてマイルに勝てる力量はないだろうか。キング、マイルを変えた張本人ゴーセルの精神攻撃なら可能性があるかもしれないけれど、期待はできない。どうもかつての冷血無常の実戒とは別人のようだ。歪んだ光の中で強大な魔の権化が生まれようとしている。それはもう僕らの知るマイルじゃない。エリザベスちゃん、なんだよ、あのいびつな光の玉は。まるで眉だわ。拒絶反応を起こしながらも4つの海軍と融合しようとしている。口惜しいよ。マイルを救うこともエリザベス様をお守りすることもできず、四大天使が消えて呆れる。お許しください、最高神様。マイル、思い出して、優しかったあの頃のあなたを。天から光と闇の災いが降ってきた。屋外にいる者は屋内へ避難しろ。この世の終わりだ。バカ野郎、諦めんな。オスロ、言ってくれるのね。オスロ、ハーレクイーン様を妖精王をお守りして。ありゃ、エリザベスがさらわれていった方角の空からだぜ。ったく、一体上じゃ何が起こっているんだよ。ディアンヌ、キングのことが心配だろうが。ディアンヌ、エリザベス、キング様、ひどい出血。マイル、お願い、もうやめて。サリエル、サルミエル、三班長。キングを頼んでもいいかな。勝手に。本当にごめん、全部俺のせいなんだ。よくわからんけど、まあ気にすんな。俺たちにとっちゃ日常残飯事だろう。ゴーセル様、俺は自分さえ犠牲になればそれで解決すると考えていた。
でも彼の怒りは収まるどころか、このままではもっと大変な事態になる。許してほしい、マイル。仲間を守るためにお前と戦うことを。この獣種、まさかオスロ、君か。なんだか思ったよりすごいことになってるみたいだね。どうして来たんだ。約束したじゃない、僕と君はずっと一緒だって。だから来ちゃった。七つの大罪、サーペント神ディアンヌ参上。それで今はどんな状況なの。こんな状況。肉体への致命傷を伴うはずの苦痛を快楽に変換し、眠るように殺す。恐ろしい技だけど俺には通用しない。ゴーセルに起こされなかったら危なかった。おかげで体中が痛みで悲鳴を上げてるけどね。ディアンヌ、キング様。キング、ディアンヌ、あの技で決めよう。よし、え、新冷蔵シャスティボル第6形態。ユゼドラクラス、行くよシャスティボル。you
トリニティアタック、ハイテンションダッシュ。妙な金、どこからあんなものを。彼は海軍を物として具現化させているんだよ。生半可な魔力じゃ太刀打ちできない。海軍が切り替わった。次の攻撃が来るわ。これは沈黙の注意。二人とも魔力を封じられた。エリザベス、急いで二人の傷を治して。まずい、今の状況で食らえば。ゴーセル、何をする気なの。マエル、許してほしい。本当に本当にお前を救いたかったんだけど、俺は仲間を守るためにお前を撃つ。もしもの時のための最終手段、つまりお前に自爆機能をつけろと。それがお前の望みか。エスカノールのサンシャインから抽出した魔力をベースに破壊の四大元素を加え、マーリンのインフィニティで極限まで高めた爆破機能は俺を中心に10マイルの空間のあらゆる物質を消滅させる。オスロー頼む。君の力でみんなを避難させてくれ。この公園は体にかかる負荷が一気に上昇した。それはあなたが背負うべき重み。え、そんな、ありえない。海軍が見せている幻だ。もしくは俺の心が望む夢なのか。それとも本物の君なの。ナージャ、ずっと会いたかった。ゴーセル、急にどうしたんだ。エリザベス、お願い、急いで。ダメ、間に合わない。オスロー、どんな姿になろうと必ずお前の大切なものを俺が代わりに守る。ロウ、オスロー、ジャスティファル、受け止めろ。
コスロ。オイラはこんなこと望んじゃいないのに。どうして君までが。大事な王様を君を守りたかったからに決まってんだろ。まずい。爆発が。ギデオンが僕の声に応えてくれた。沈黙の呪いが消えたおかげでね。僕の神器の特性は飛雷神。受けた攻撃魔力を大地にそっくり逃がすんだ。バーロー、そんな便利な技なんで一度も使わなかったんだよ。大地に魔力を逃がすということは、そこに住む生き物や大地そのものの命を傷つけてしまう。だから本当はずっと使いたくなかったの。でも魔力で人工的に作られたこの浮島なら平気かもって。だけど今ので島の核はボロボロ。次の攻撃を受け流せば間違いなく。妖精王が空から落ちて死ぬなんて、まったく笑えない話じゃないか。団長、ごめん。エリザベス様を守れなかった。お前は立派な王様だよ。違うよ、オイラは本当に不甲斐ない王様さ。生え始めで初代妖精王である私と同等に霊槽の力を引き出せるんす。これでも君を買ってるんすよ、ハーレクイーン。買いかぶりすぎですよ、グロキシニア様。オイラはあなたのような妖精王にはなれなかった。オスロー、ずっとオイラを守ってくれて一緒だったのに。ディアンヌのことちゃんと幸せにしてやれよ。ヘルブラムも、二人ともオイラを許してくれ。何度も君たちに守られながら君たちを守れなかった。僕は君が今までもこれからもずっと大好きだよ。キングは今も僕を好きでいてくれる？違うだろキング、ディアンヌに約束したはずだ。今度こそ守り抜くって。男を見せろハーレクイーン、王たる威厳と存在を今こそ示せ。高度がどんどん落ちてる。僕のことはいいから逃げて。そんなこと言っちゃダメ。でもこのままじゃ、エリザベス。二人とももう大丈夫。あとはオイラが肩をつける。キングなの？その姿は。妖精王ハーレクイーン、羽が完全な進化を遂げた時、おそらく君は歴代最強の妖精王になれる。